品里氏は東アジアにおける官僚制の中で官会の皇帝に応じて、法録の高を区分する方式である。歴代中華王朝がまず採用し、後に朝鮮半島や日本などにも伝えられて採用された。転じて単に異界と法録の総称にもなった。品位とも、州では官爵を九等に分け、九命と称した。人間の犠牲は、または、 旧義氏名と別称される。電磁を量する者には、俸禄が与えられ、交換の俸禄は、下級官僚の約20倍から30倍、諸公の俸禄は、交換の約10倍となった。関内に入ると、品里氏は、俸禄の石数に応じて区分されるのが標準となった。ただしその数字は、俸禄収入を真に反映したものとは言えず、大まかに等級を区分したものであった。 関内の官職では参考が中央における最高栄養職であり一万国を与えられた。急遽がこれに次二千国を与えられた。大所も二千国、県令や大県の主張が千国、県庁が四百国、または三百国、各軍権を観察する志士が六百国を与えられた。同時に優れた業績を挙げたことにより、官会が昇進することなく、 給与が昇給された管理もいた。儀が区本官人法を施行すると、官内までの官会の工程に応じて定められていた方式と並行して用いられた。その後徐々に入れ替わり、区本官人法が官品採用の標準として用いられるようになった。正義の協定3年正月に旧命の点を作り、それまでの区本を旧命と改め、大一品を旧命、大区本を一名とした。 句本にはそれぞれ聖獣の別があり、続く北州の制度では、毎命の前に聖命が加えられるとともに、修来に基づいて六貫が置かれた。隋が成立すると、北州六貫と九、命性が廃され、三世六部が置かれて、句本性に服した。続く等の完成は、流内貫と流外貫に分かれ、流内貫は、句本三十階の中にある食貫として、流外貫は、 区本の外にある食感とされた。大法律令が施行された後、党の区本三十回制度を元にしたものが、律令制における簡易方式とされた。親王内親王は九位三十回の外に置かれ、品位として一品から四品の木座橋が与えられ、政治上下の別は設けられなかった。日本では参観は設けられなかったため、官品が直接官区組の一部分を成した。 五位以下の食官は役職や認知に応じて内くらい、外くらいに分けられた。内くらい八位以上は朝廷からの直を受けて授けられ、ソ位以下、外くらい八位以下は大上官から反給された。このほか、正位大将軍などの両下官は一定の官品を持たなかった。ありがとうございます。